はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、前々からやりたかった、鶴居岳ファッションチェックとなっております。はい。日本でね、日本百名山で一番ね、鶴居岳、険しい山って言われてるんですけども、その中のですね、もし、行かれる方とかね、は、その装備ね、ぜひ参考にしていただけたらと思いますんで、まあ、そんな感じで今から、室堂から鶴居岳のファッションチェック、行ってみよう。はい、ですね。すごい、緑ヶ池温泉で、ね、のんびりアイス食ってたら、すごい素敵な人見つけました。まあ、そんな感じで。ジャンと。ありがとうございます。ありがとうございます、本当にね。もうすごいね、今日はどこまで行かれるんですか？今日は、雷鳥沢一泊して、はい、明日、集会で、立山さんざん巡って、はい、一泊して帰るっていう。あ、黄金コースですね。あ、そうですね。はい、わかりました。じゃあそんな感じで、帽子はどこなんですか？今日茶色でまとめてますね。茶色のリッチですね。あ、リッチマウンテンギア。はい。あ、降りちゃうわ。降りちゃっちゃいますね。茶色で、あ、リッチマウンテンギアで、はい、で、この手ぬぐいの方は？手ぬぐいは、丹沢の麓のお菓子屋さんで買った。丹沢の手ぬぐい。手ぬぐい、いろんな山を乗ってる、はい、あ、そうです、ね、大倉とか、はい、なるほど、ありがとうございます。乗ってまして、で、ね、次ザック。あ、ザックは、ミニ2です。ミニ2、はい、あ、ミニ2ですね。ミニ2です。あ、なんか一瞬なんだっけ、トレイルバムっぽく見えたけど、あ、色、こんな色あるじゃないですか。あ、はいはい、あ、なるほどな。ミニ2です。ミニ2で、テントなんなんですか？テントは、なんだっけこれ、あんまり出てこない。頑張りましょう。テント、ちょっと、あ、ヘリテージ。あ、ヘリテージね。はい。あ、なるほどね。外付けが一番いいですね。あ、そうですね。外付けはすぐ出せるんで、僕も最近そっち派です。あ、乾くし。乾くし。で、この、あ、で、ポールがブラックダイヤモンドの明るいやつですね。はい、そうです。あ、はい、サンダルもありまして、はい、はい、で、次ですね、この服がもう最初からこれ見た瞬間すげえと思ったんで、はい、これ何とこなんですか？これアカットの。アカットセットアップ。あ、セットアップ、はい、もう山もセットアップする時代がやってきましたよ。そうです。お山もちょっとかなりおしゃれ感がありますね。これ大体はグローなんですか、このセットアップで？上下で7万5千ぐらい。あ、そうなの。スーツじゃないですか？え、スーツじゃないですか？そんな。そうですね、スーツ。あ、それでも自分に合わせてくれるんですか？それ。あ、そうです。オーダーで。あ、オーダーなんですね。生地から選べて。え、マジですか？襟の形とか丈とか身幅とか、はいはい、そうか、そうか。裾の丈とかも。あ、じゃあこの後ろのこのあれですね、幅をこだわりなんですね、これ。あ、後ろの長さか。あ、これはアカットさんのこだわりですね。あ、こだわりなんですか。はい、竹長めが後ろ、竹長めが、はい、あ、そうなんですね、はい。あ、でこの青のベースレアも見たことないですね、これ。あ、これは、うん、山荘飯島で買ったなんだっけな、なんか新潟の方のメーカーの、はい、ニットの T シャツなんですけど、山でも着れるよって言って出してたやつ。あ、そうなんですね、はい。わかりました、ちょっと調べておきます。あ、すいません、私もちょっと。いや、で、その中はドライレイヤー着てますか？あ、はファイントラックの。あ、ファイントラックね、はい。あ、そこはもう見えへんところやから、こう王道のやつで。あ、はい、お願いします。そうですね。で、これビーボーがまたすごい、街の靴みたいな感じですね、これ。あ、でもなんか山用だって言われて。そう、山用ですけどね、なんか可愛い、はい、ポテッと可愛いらしい感じで。あ、そうですね。それのビーボーの、なんて靴か分かります？ビーボーのなんていうラインと。ちょっと調べさせて。あ、ごめんなさい。調べてみて。はい、ごめんなさい。靴下はどこにあるんですか？靴下は今日は、はい、ムーンライトギアの買った、はい、はい、ウルトラヘビーの。あ、ウルトラヘビーの、はい、靴下です。あ、そうなんですね。はい、どこからお越しになってたんですか？あ、神奈川から。神奈川、あ、東京の方のあれですね。あ、あ、はい、はい、そうです。なるほど、なるほど、わかりました。あ、すいません、ちょっと足出させてもらって。あ、いえいえいえ。あ、ちなみにですね、はい、こういうちょっと気になるところは、こういうおしゃれな方はどんなお仕事をされてるのか言える範囲でいいんですけど。言える範囲、はい、ざっくりです。業界でいいですか？あ、業界、航空関係です。あ、航空関係、はい、ちょっと深掘りしなくて航空関係ですね。あ、はい、あ、なるほど。だからちょっと感度が高い感じ。あ、ちょっと最後一個、これどこにあるんですか？これ、この紐のやつ。紐は前携帯落としたので。あ、はい、携帯をつないでるだけの。あ、そういうやつなんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、
そんな感じで、最後、はい、告知コーナーなんですけど何かありますか。告知コーナー、はい、これ刺繍、はい、で入れてもらえるんですけど、はい、なんで2898なんですか。笠ヶ岳の標高。なるほど、思い入れのある山なんですか。え、今年登りたいなっていう。あ、そうなんですか。はい、その意思表示で。意思表示です。未来のことか。未来のことを書きますか。結構過去のこと書きがちやけど、はい、あ、なんかいいですね、そのストーリー。未来のことをあえて書くっていうのは、はい、あ、登りたいっていう。登りたいということで、はい、意思表示です。あ、わかりました。かっこいいですね。登っても思い出になります。あ、そうですね。笠ヶ岳すごいいい山なんで、ぜひ行きたいと思います。あ、はい、楽しみに。あ、わかりました。じゃあ、ご協力ありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、剣岳山頂に、おしゃれな男性の方がいましたんで、はい、まあ、そんな感じでジャンとかでありがとうございます。ありがとうございます。急遽マジ急遽ですね。こんなの初めてなんですけど。マジですか。はい、そうですね。まず、このヘルメットはどこのヘルメットなんですか。ヘルメットは、はい、テツルですね。テツルの何てモデルか分かります。これはシロッコの前のバージョンですかね。前のバージョンなんですか。はい、多分今 出てないんですよ多分。あ、ほんまですね。今のバージョンここがね、なんかプラスチックみたいになってますもんね。そうですね、色がついてる。そうですよね。あ、これは全部ちょっと発泡スチロール調のやつですね。そうですね、はい、前のバージョン。これは友達の片身なんで。え、片身で。そうなんですか。そうなんです。いきなりヘルメットからもう、はい、ヘルメットから話しとかない一方じゃないですか。譲り受けたんで。あ、譲り受けたんですね。はい、あ、わかりました。思い出の、はい、で次はリッジマウンテンギアのリッジマウンテンギアのキャップですね。あ、キャップですね。そうですね。そうですね、はい、リッジマウンテンギアのベーシックキャップやりまして、はい、でこのシャツが気になっちゃいますね。このシャツですか。このシャツはメリノメリノシャツなんですけど。どのシャツなんですか。これはこれはね、はい、あ、ツータックスですね。ツータックスですね。はい、あ、ツータックスのやつですね。ツータックスね。このあのこれはメリノポリですか。メリノ品質表示混合ですね、多分。混合品質表示のね、ちょっと混合ですね。ウールとナイロン。ウール 88% 、ナイロン 12%。 ちょっと薄いのかもしれないですね。あ、なるほど。あ、はい、今日は暑いんでね、はい、今日はもう20度ぐらいあるんじゃないですかね。これ日差しがきついんでちょうどいいんじゃないでしょうか、はい、ね、そうですね。で次、こちら OMM の OMM の、そうですね。あ、そうですね、これ直着ですね。はい、コアベスト。コアベスト直着、直着です、はい、いい感じじゃないですか、はい、直着ですね。で次このパンツはどこの、パンツはね、ちょっと足上げがちゃんとズボン上げてるんですけど、はい、これはアクシーズクイーンのエレメンツかな、はい、ここに書いてあるエレメンツの軽くてサラサラなパンツじゃないですか。そうですね、軽くてサラサラなパンツ。あ、そうです、そうです。ですよね。はい、はい、そうです、そうです。僕ちょっと欲しかったやつじゃないですか、それ。軽くてサラサラなパンツです、名前が。名前がね。そうです、そうです。そうです。なんかシャツもありますよね。あ、そうなんですか。なんかシャツもなんか軽くてなんとかなんとかってあったりしたんですけど。そうですね。今日ぐらいの天気やったらちょうど良さそうですね。あ、そうですね。で靴がリボですね。リボですね。今日どっから早月か。早月から女性3人と。あ、女性3人と。はい。僕とあのジョガテント泊で、はい、僕二人は早月小屋で、早月小屋で泊まって、あのテントって結構余裕で取れました。結構前もって取らないでした。テント予約なしですね。あ、予約なしで行けるんですか。テント予約は予約なしで。あ、そう、予約なしで。そう、あ、予約もともと取ってないんですよ。あ、そうなんです。早月小屋は、あ、そうか、早いもん順ってことですね。一つずれてるボタン。そうですね。情報が多いですね。情報が、そうなりますよね。はい、で、はい、次こちらのこれは何ですか。こちらが手ぬぐいは、はい、手ぬぐいは、はい、これは五条立石の山君の、あ、立石の山の何とかす、これ何とか書いて山頂ヒュッテかな。ここですか。2424。いや、これちょっと逆なんですよ。すみません。こっちすみません。立石の山頂ヒュッテが。立石の山頂、2530。2530で、はい、で、これね、アタックザック気になっちゃいますね、これ。これはアタックザックは、はい、ハイパー。あ、ハイパーライトマウンテンギアの。はい、名前は忘れちゃいましたね。名前忘れちゃいましたけど、でもがっつり防水のね、そうやつやってますんで。はい。でも大丈夫。はい。ありがとうございます。あ、ハイテールありました。あ、ハイテールの。あ、これ首からやるやつですね。そうですね、はい、今日はちょっと暑かったんですぐに取っちゃいました。あ、取っちゃいました。びしょびしょになってた。あ、びしょびしょ。日差しがきついわ今日。そうですね、首根っこがきつい。はい、あとちょっと、ね、はい、あとは、あ、これもハイテールですよ。
背景で背景で好きなんですか。背景、あ、いや、ムーンライトギアが好きなんだな。ムーンライトギアが好きなんですね。これも背景のデザイン、これですね、はい、これあれなんですか、一歩間違えたらっていう感じじゃないですか、これ。これね、ゴミ袋じゃない、ゴミ袋じゃないですね、はい、ちゃんとええやつなんで、これ。そうですよ、いいやつなんでね。そうで、あとこれはジェリーユカイさんのコラボですね。ジェリーユカイさんのそうジェリーユカイさんのコラボですね。コラボ、あ、なるほどね、はい、すごいじゃないですか。はい、いいとこですね、はい、ジンさん。でこれはあやつき小屋のお弁当です、はい、ありがとうございます。弁当まで紹介していただきます。初めてよ、チャンネル始まって以来の弁当の紹介始まって、ありがとうございます。ちょっと汚いんですけど、あ、こんな感じ。 ありがとうございます、はい、ためになりますね、はい、あ、こういう感じの弁当というか、はい、いなりと美味しいです。美味しい、腐りにくい感じでね、はい、ちゃんとあの配慮しております。ありがとうございます。こんなもんではないですかね。じゃあ今日 あのお気に入りの道具とか何かありますか、ね、今日の僕のお気に入りは、うん、でも暑かったんでちょっとね、本当はシャツが欲しい、シャツをテントに置いてきちゃったんですよ。あ、ちょっと暑くて、はいはい、あのこれだとまたここも暑くて、はいはいはい、そうやっぱ肩のシャツがテントに置いてきちゃったんで、ね、これのシャツじゃないんですか、もう一枚シャツ持ってるんですか。ちょっと持ってきたんですよ今日、あっちに。あ、何のシャツなんですか。着替えはあれはなんだろうな、フーディニだったかな。あ、フーディニのシャツをもう一枚持ってるってことで、わ、はい、かりました。あ、多分あの、あ、じゃあテント行きますか。いやいや、行きます。まっすぐ帰りますね。っていう感じで、あっちのテントにあるってことで、はいはい、じゃあ最後告知コーナーなんですけど、何かありますか。僕ですか、はい、今日は山の日で、はい、あの剣岳来れてよかったな。いや、山の日で剣岳来れてよかったです。よかったです。初めてなんで。あ、僕も初めてです。はい。いや、よかったです、ね。小太郎さんに会えてもよかったです。あ、よかったです、ね。いろいろと。わ、はい、かりました。ありがとうございます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 。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい、そんな感じでね、山頂にいたら次々いろんな方いらっしゃいます。まあそんな感じで、ちゃんとありがとうございます。はい。あ、結構ですね、スポーティーなファイントラックとか、ね、いろいろやられてますね、はい、スポーティーな感じの方のファッションチェックとなっております。はい、ヘルメットはどこのやつですか。これはヘルメットは、はい、ペツルペツルのヘルメットです。シロコですね。はい、あ、なんか最近のシロコ、昔白のオレンジのイメージがあったんですけど、あ、白もとあるんですよ。白と黒色もある。あ、黒色があるんですね、うん、あります。あ、この A ヘルメットですね。はい、それでですね、はい、あとこの帽子はどこのやつなんですか。帽子はスポルティバの帽子になります。珍しいですね、スポルティバの帽子。ちょっと見せていただいていいですか。はい、珍しいですよね。はい、あ、あの結構浅めの感じで、はい、あ、ここで、はい、抜けがあって望月選手が被ってたんですけど、被ってたんで、はい、はい、これ抜くな、あ、取ったら、これを取ったら、あ、取ったら、膝の上に入れたなんですけど、はい、取ったら、これもスポルティバなんです。はい、あ、なるほど、はい、これもすごいおすすめで、汗を取ってくれるやつなんですけど、そうなんですか、はい、スポルティバなんです。汗が額に流れにくくなるってことですね、冷却してくれるんですよ。はい、すごいこれ活用してます、私。あ、なるほどですね。すごい良くて、こうやってやると汗が垂れないんです。あ、ありがとうございます、はい、あ、いいですね。はい、とても良いです。今日みたいな暑い日に、はい、あります。良いためになります。で、はい、次こちら の天の声は、あ、これ分かりましたよ。もう答え分かりました。分かりました。こっちに変更してみますか。じゃあこっちに変更で、こっちの方がレア度が高いんですよ。ありがとうございます。いや、こっちもそう、はい、これなんですか。幻覚上等っていう、こっちが喋った方がいいかも。幻覚は楽しみです。楽しみです。鬼軍曹の、あ、そうなんですか。鬼軍曹、鬼軍曹、ちょっと鬼軍曹、アドベンチャーレーサーで田中雅人さんっていう方の、サイン入りの、サイン、その幻覚見るまで、はい、追い込めということです。追い込めということで、はい、なるほどですね。あ、分かりました。そうそう、あと調べておきます。はい、すみません。で、次はこれですね。演山荘じゃなくて、はい、合戦小屋の、合戦小屋の、合戦小屋の、このスイカのね、これよく売れてますね、これね。いや、ちょっと一目惚れしちゃって、ついうっかり買っちゃいました。うっかり買っちゃいました。うっかりね。うっかり、ありがとうございます。2350m、はい、で、次に、このファイントラックの、はい、あれですね、ファイントラックのすごい軽いやつです。はい、軽いですか。めちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃ軽い、多分60とかくらいだったりとか思います。そうなんですか。はい、今日涼しそうですね。涼しい気温みたいな、暑いね、はい、上りは。下もファイントラック、ファイントラックですね、はい、ベーシック、ベーシックですね。はい、ベーシックですね、はい、パンツは、あ、パンツはマグノショーツで、マグノショーツ、マグマだったかな、なんかそういう感じの、はいはいはい、ノースフェイスのやつで、
これは C3 フィットの、はいはい、スポーツ、サポートタイツですね。はい、タイツです。で、次、これは靴下は R&L の RL、うん、これどこのやつですか？ RL ってメーカーありますよね。今の SNS で、はい、なんだトレラン選手とかマラソン選手が利用してるタイプ。結構トレランドをされるタイプなんですね。はい、少し、あ、少しですね。あ、なるほど。だからそれトレランの方のブランドもやってるんですね。はい、で、次これはスポルティバの赤さです。赤さ2です。あ、2ですね。はい、あ、分かりました。結構かなり動きやすい服装ですね。はい、ハードに動く山なんで、あ、はい、参考になります。はい、じゃあそんな感じで、はい、最後今日持ってきた、あ、そう、これサコッシュ。サコッシュ、はい、これどこのなんだろう。これ見たことあります。最近オンスっていう富山にあるお店で置いてあって、はいはい、一目惚れして買いました。はい、たまにちょっとね、はい、こんな感じに、めちゃくちゃ携帯も入るんで、はい、結構小ぶりやけどもいろいろと入るって感じで、はい、クマ鈴もつけてました。はい、これは上高地の、あ、上高地のね、はい、音が一番気に入ってます。あ、なるほど。あ、はい、結構いろいろ比べたりするんですか？はい、そんな、はい、あ、その中で聞き心地が良かったのが、聞き心地が良いところで、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい、今日持ってきたアルプスのお気に入りアイテムなんかありますか？剣岳のお気に入りアイテム、あ、長玉持ってきたけど、今あるかな。あ、あります、はい、お気に入りアイテム、はい、これです。あ、これは翡翠、翡翠の長玉、長玉なんですけど、はい、お守り代わりでよくいつも持ち歩いてるんです。あ、なるほどですね、はい、ちょっと原価すぎみたいな感じで、そうそう、ちょっとちゃんとね、無事戻れるようにってことで、これがなんだっけ、また名前が出てこない、はい、これはヌサ、ヌサ、全部解説してくれますね。これはおすすめされ、これは神社とかで、はい、お祓いしますよね、はい、あれが麻でできてるんですよ、本当に。あ、そういうことですね。お守りですね。あ、分かりました。そのお守りを持って、安全登山を、はい、で今日ここまで来ました。はい、下山も気をつけてください。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ最後、告知コーナーですけど何かありますか？告知は私は特に何がありますか？ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。はい、お会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ですね、剣岳、下山中にね、前六甲山でねちょっと失敗談を聞いた人偶然会いました。まあそんな感じで、ちゃんとありがとうございます。じゃじゃーん、シューッ、これで先やったもんね。ありがとうございます。ね、次まずノースフェイスですね。ノースフェイスいきなり言ってもらった、はい、キャップはノースフェイスね、はい、そうです。あ、今日みたいな暑い日は、はい、こういう外がメッシュのやつがちょうどいいんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、結構ねカラフルな色味で、カラフル、はい、ちょっと、はい、何なんでしょうか。いや、もう遭難してもすぐ見つかるタイプの服装になります。それが一番、それが一番です。はい、で次ザックですね。ザックは、うわ、はい、あ、珍しいですね、これは。あ、前ブラマンキーとか珍しいザック好きですね。前ブラマンキー、これはあれですよ、マーモットかな、マーモット、あ、マーモットですね、うん、マーモットのザザック。あ、お前これで今日天パク来たんで。あ、だいぶミニマリストじゃないですか。これでも今畳んでるんですよ、こう、はいはい、これもうちょっとピューッとこう大きくなって、あ、拡張するんですね。40はちょっとしんどいんですけど、まあテントがこんなんなんでちっちゃいから。ああ、どこのテント使ってるんですか？まあ、テントはニーマの。あ、ニーマの、うん、広いよ。あ、広いよ、一人用、このエリートなんで。そうそうそう、 あの一番軽いやつですね。そうですね、はい、エリートオーズで、次はこの、あ、手ぬぐいどこのやつなんですか？あ、これちょっと見てもうた、穂高山荘。そうそう、見ました見ました、うん、あ、ね、ちょっとおしゃれな手ぐらいですね。で、その T シャツはどこなんですか？ T シャツもパタゴニアです。これメリノですか？メリノではない。あ、河川なんですね。そうです、はいはい、キャプリン、キャプリン、はい、の、あれ夏用。そうですね、夏用やと思います、はい、ちょっと前に買ったんで。ちょっと前に買ったんです、うん、で次このあれはベースレイヤーは、ベースレイヤーはファイン、あ、これはモンベル、はい、ジオライン。そうですね、で中にファイントラック、ファイントラック、あ、はい、そうですね。気温何度やるの？気温何度でしょう、野中ちゃん。気温、はい、今のお気温は、お気温は、あれ、お気温どこ行ってる？あ、お気温これや、
ダイの気温は31度じゃないですか。え、そんなありました。まあまあ暑いですね。ね、考えられアルプスで31度、ね、えげつないな。それでその服装にしまして、でパンツはどうしてるの。パンツもパタゴニア、パタゴニア、ね、バギーズショーツ、水陸両用のやつ、はい、バギーズショーツかな、かな、多分そうだと思います。で、一応タイツは、タイツはね、これオタフク、あ、オタフクのタイツ、タイツ、ね、履くつもりなかったんけど、はい、昨日まあまあ寒いなと思って、はい、履いてきて履かんかったらよかったと思って。ああ、夜だった。朝は寒かったですよね。夜ももう結構寒かったでしょ。あ、夜も寒かったし、うん、朝も寒かったから。明日も履いとこうと思って履いて寝ました。はい、でも朝起きてたと思って。はい、あ、なるほどですね。で、このこれか、これはカリマンのやつ、めっちゃでかいじゃないですか。カリマンのボトルケース。はい。なるほど、カリマンのボトルケースに。次は靴は。靴はアルトラ、アルトラ、うん、オリンパスのバイク、はい、オリンパスの新しいやつ、これ今日どうでした。岩場、岩場抜けますね、うん、硬いです。でも、うん、硬い、やっぱり普通の登山靴の方が、うん、今日どうしようか迷ったんやけど、多分あの、なんていうの、横バイトレイルやってる人いてますやん、レース、はいはい、あの人たちもトレーラーの靴やろうなと思って、いけるやろいやいや、あんたたち、あんたたちも別格の人ですから別格の、あんたたち別格してるやろ、まあ、まあまあ、まあ、行けました、あ、岩乗れました、結構、ん、全然大丈夫、大丈夫です、それは、あ、なるほど。だから、つま先だけでちょっとこう上がっていかなあかんってなると、ちょっと怖いんかな、ちょっときついですね、うん、どう思います、ちょっとやっぱり柔らかいから、ね、柔らかいですからね、なるほどなるほど。でも普通の岩乗ると、あ、こんな感じ、そこまでは柔らかくないんで、まあ硬い、あ、そうなんですね、うん、でビブラムでし、はいはい、メガグリップね、うん、だからまあまあいけました、いけました、はい、これやっぱ楽なんですよね。あ、なんかね、クッション効いてそうでな、なんかすごい膝にも優しそうなやつですね。長く歩くときはこれ、あ、ロードも強そう、そう、ロードでももうこれ、ね、もう唐沢の帰りも登山靴でも爪真っ黒になって、はいはい、あ、そうか、下りで、はいはい、行きは良かったけど、下りでちょっとちゃんと紐締めに行ったら、カン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 当たってしまう。そうそうそう、あの明神あたりでもこの引きずりながら歩いて、なるほど、上りになった、やったー言ってちょっとだけ上りありました、ね、そうそうそう、あー、よかった、わかりました。じゃあそんな感じで、はい、今日お気に入りの山もできた、お気に入りの山道具、あ、サコッシュ着ながら、サコッシュわかんないです、あ、サコッシュ、サコッシュ、これあれですわ、サコッシュちゃうんです、うん、カメラ出る、あれなんでしたっけ、カメラ出るパーゴワークスの、はい、これ下着とかなんかを入れる、入れてザックに忍ばす、あ、そういうやつなんですね、なんですけど、はい、もう軽い方がいいかな、軽いし、なんか今日みたいな岩場とかでしたら、サコッシュ長かったらこう足元見えないじゃないですか、そうね、これ結構体に張り付いてるんで、うん、なんか便利そうやなと思いました。最近もこればっかりです、あ、安いし、あ、安いですね、おいくらぐらいですか、忘れました、安かったと思います、調べておきます、わかりました、じゃあそんな感じで、お気に入りの、今日持ってきたお気に入りの山道具は、山道具、山ウェアでもいいです、山道具、テントかな、あ、テントですね、うん、やっぱ軽いんで、このザックにこのままズボッと入れるんで、縦にせる、あ、はい、横に、うん、パッキングするのがすごく楽、楽になる、うん、だからこれで来れたし、はい、だからね、あのテントがなかったら多分これでは来てない、もうちょっと大きくね、じゃあ余っちゃいますもんね、あのブラマンキーになってる、あ、ブラマンキーね、あれもいいんですけどね、まあ重いですよね、ちょっと、あ、なるほどですね、うん、まあまあ重いし、ここごついでしょ、はい、まあまあ、はい、まあいいんやけどね、はい、なんかこうちょっといろんなものがつけにくい、すごい、あ、なるほど、状況によりけりですね、そうですね、わかりました、じゃあ、はい、そんな感じ、最後告知コーナーなんですけど、何かありますか。いや、別にあの孝太郎チャンネル、はい、あの皆さん見てください、ありがとうございますじゃあそんな感じで、ご協力ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
はい、ですね、今、ちょっと下山中にですね、ライチョウ山に向かっている最中にちょっと素敵な山の女子を見つけましたので、まあそんな感じで、じゃんけん、ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。あ、爽やか爽やかですね、はい。今日はどこまで行かれてたんですか。今日は剣御前と別山に登ってきました、はい、あ、なるほどですね。で、ライチョウ山にこうデポした感じですね、はい、あ、よし、ありがとうございます。じゃあ、まず、グラさんね、サングラスはどこのやつなんですか。これサングラスは、これは、はい、何でしたっけ。これは、あ、DMG、なんか聞いたことある。ダンシェリーズっていう、はい、なんかスキーとかスノーボードとかする人がよくかけるサングラスみたいです。わかりました、ありがとうございます。で、この手ぬぐいはどこのやつですか。手ぬぐいは、スゴロク小屋の手ぬぐいです。ちょっとすいません、ご手間かけますけど、どんな感じかしていただいていいですか。あ、ちょっとくしゃくしゃですね。いやいや、あ、こういう感じ、山々、すごろくから見える山々をこう描いているって感じですね。はい、あ、びっくりした、ありがとうございます。あ、シンプルでいい気分ですね。で、で、帽子がみんな大好き、フィジマウンテンギアですね。で、次これ、このウェアはどこのやつなんですか。これ上は、パタゴニアのメリノ T シャツです、はい、あ、メリノっぽい、半々ぐらいのやつ、はい、メリノ60多分60、40ぐらいだと思うんですよ、多分。あ、禁止表示来てますね。あ、こちら調べておきます。大丈夫です。ありがとうございます。で、次、パンツは。パンツはアトリエブルーボトルのものです。あ、お好きなんですか。はい、何でしたっけ、はい、サマーパンツ、はい、夏用のものがすごく薄くて、はい、軽くて履きやすいとお友達からお勧めしていただき、はい、購入しました。あ、これ夏用なんですか。はい、あ、わかりました、ありがとうございます。そういうね、黒でまとまっててすごいです、ね、なんかかっこいいですね、よくお似合いです。で、こっちの、あれは靴はどこなんですか。靴はスカルパです。リベレリベレね、はい、どうですか、こういう岩場にはやっぱりいい感じですか。はい、そこがしっかりしてるので、はい、足に負担が少ないです。そうですよね、もうこんなところなんでね、さすがにもビボとかね、そういう薄い靴はちょっと、そう、いろんなおしゃれさんもいますけど、やっぱり靴はね、しっかりしたメジャーブランドのやつを使っている方が多いですね。わかりました。で、このサコシはヌルクの。サコシは、はい、ヌルクで、はい、ストラップはリッチのものに取り替えています。あ、そうですね、それは何上に取り替えたんですか。こっちの方が細くて軽いので、はい、あ、なるほどですね。あ、そういうアレンジもできるってことですね。わかりました。で、このストックはレキの、はい、本格仕様のやつになっています。ザックはどこのやつですか。はい、アステリクスの、はい、ビームスかどっかで買った、はいはいはい、通常街とかでも使えるような。あ、これはクシャッとしてアタックザックにしてる感じですね。わ、はい、かりました。じゃあそんな感じで今日持ってきた、お気に入りのアイテムとか何かありますかね。お気に入りのアイテムは、はい、そうですね、あ、でもこのパンツがやっぱり一番この夏、なかなか争奪戦がすごそうな感じですね。そうですね、うん、なんかシュッとワイ、ちょっとなんかワイドなシルエットやねんけども、なんか結構クールに見える感じですね。はい、そんなダボダボしない、ダボダボしてないですよね。はい、気に入っています。わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後ですね、告知コーナーなんですけど、何かインスタやってますとか何でもあるんですか。告知コーナー、インスタはほぼほぼアップしていないので、ないので、はい、特にないですか。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またまた出会いましたね。ちょっと続きやりたいと思います。はい、じゃんって書いて、テントから帰ってきた感じの格好ですね。これポリエスシャツはどこなんですか。ユナイテッドアローズのアウトレットで、はい、あ、そうなんですか。やっぱりユナイテッドアローズだけにおしゃれですね。これは綿ですか。ポリエステル。あ、ポリエステルなんですか。あ、はい、じゃあそういうところを利用して使うのもありですね。はい、そうです。で、チャオラス、ウルトラグッドラックですかね、はい、チャオラス、あ、これをこっちに、オンリーフードみたいにしてやるって感じですね。そうですね。ありがとうございます。ザックは、気になるザック。あ、すいません、後ろ、危ないです。後ろ、すいません。ザックは、どこなんですか。これは、ワンですか。ワンです。あ、ワンなんですか。はい。めっちゃ入ってますね。一泊なのにいろいろ入れちゃいました。近いんでね、わかりました。じゃあ以上続きでした。ありがとうございます。